とうございました。それでは今回皆さんに乗っていただくのはデラマキターサードです、はい、イエーイ。でまあサードって名前がついてると思うんで分かってると思うんですけど、はい、今回のデラマキターはシリーズ作の最新作の3作目になります。3作目、ええ、ちなみに初代と2代目って打ったことありますか？ないですよね。まあまあそれも当然ですよ。なぜならばそうですよ、ね、このシリーズ前に出たのがかなり古くてですね、あの初代がまさに1998年に出た代で、で2代目も2005年、言うても11年前なんですよ。あ、そうだからまあ知らない人の子も結構多いんじゃないかと思って、まあ、自分もおっさんなんでどっちも知ってるんですけれども。あ、打ってらっしゃるんですね、はい、先生は。そうですよ。で初代に関しては、昔あの CR 機のパチンコって各編が5連チャンまでしかできない5回リミッターの時代があったんですけど、はい、その時に出た台の名機として知られています。おでその特徴的なものとしては、まあ、もちろん強大なセルが ありまして、それで演出をいろいろスモール、ビッグ、ミドルのセグで展開するんですけれども、はい、あのゲーム性の方もなんか各辺が隠れて分からなかったり、術連をポッカなんか表現するとか、そういうゲーム性が特徴的でした。お、今回もそんなような感じになってるんでしょうか？今回に関してはですね、スペックの方に関しては非常にシンプルなゲーム性になってますので、初心者の方でも楽しめますので、はいはい、ただセグならではの怪しさのある演出は健在です。あとセカンドにあった演出もいくつか継承してますので、まあ、ミヤビリーチが好きだったなとか、あのサウンドが好きだった人は多分きっと楽しめていただけるかなと思います。じゃあその辺は先生が途中教えてください、はい。それでは実践の方をお願いします。はい、お願いします。なんかやっぱこの機種のインパクトがすごいというか、はい、今やっぱり液晶の台が多いんで、すごい私にとっては新鮮な感じなんですけど。昔のパチンコはね、やっぱり7セグ、まあ、そういう7セグメントを使った台が多かったんですけども、まあ、最近はまあ液晶とかまあタイアップ半径とかもある関係もありまして、焼く物も派手になったりとかするんですが、この、まあ、昔のパチンコはもう本当にセグメインの台で、まあ、なんでしょうね、どことなくなんか怪しい雰囲気を持ったようなパチンコっていう感じはありましたね。この大きいセグも、はい、その初代からの継承されてるんですか？そうですね。ただそのデラマイチャーサードになって、はい、特段でかくなりました。本当にデラでかいです、これは。そうなんですよね。初代の時は、はい、あくまでもへその上にそのでっかいセグが、そうです、そのへその部分が若干下にあって、で上にでかいセグが置いてあるような感じだったんですよ、はい、セカンドの。ただサードになったことによって、その今打ってる時に左側から球が入って真ん中にワープしてるじゃないですか。そうです、このゴーゴーゴーっていうところが、その独特のゲージ構成を採用することによって、盤面の上から下まで巨大セグが出ることによって、今までのシリーズでも見たことのない巨大なセグを実現してます。そうですね、早くこの大きいセグがどう動くのかが見たいですね。基本そのジャンボの巨大セグが連動していくリーチは厚いと思います。なるほど、って感じですね、はい、これが出てきたら期待してもいいですよっていう感じなんですね、まあ、通常時はとりあえず先読み演出がまあまあ結構あるんで、はい、それのいずれかを待つ感じですかね。先読み、はい、スクエアフラッシュって伝統の予告があるんですけれども、今回ってる中ぐらいのセグ、ミドルセグの部分の周りがまあパーッと光り出すやつがあるんで、はい、それが来るとチャンスかなみたいな。今それ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 、それがスクエアフラッシュ、あ、これですね、はい、堀江が点滅してて、多分それに対しての先読みが始まってます、ね、なるほど、はい、この点滅保留がどうなるか。そうですね、その後の展開に注目です。おお、激しく動きましたけど、セグがちょっと回転して、まあ、ちょっと煽る感じですかね。はい、でリーチと、お、リーチどうだ。まずはノーマルリーチからです。お、かっこいいぞ。なんか周りのセグが全部点灯したんで、スーパー発展確定。さあどこに行くか。スモールとかいろいろありますんで、すごいちっちゃいのから大きいのまで、真ん中のちっちゃいセグが変動してるんです。スモールリッチです。スモールリッチ上から始まって次下で、この下が同じ図柄で外れが停止するとダブルリッチに発展するチャンスあるんですけど、まあ今回はダメと。すごい。ちなみにあれが上からじゃなくて下からだとチャンスアップ要素になってますね、はい、なのでまあセグなんであんまり変化ないように見えるかもしれないんですけど、はい、
実は細かいところで変化がチャンスアップにつながるので、まあ、そこも注目ポイントです。そうですね、そういうなんか方程式みたいなの知ってるといいですね。そうそう、公式ですよ。あ、スクエアフラッシュ緑行きました、ね、すごい緑保留まで行きました、はい、スクエアフラッシュはその保留の色と連動するので、それで緑だったらチャンス、赤だったらさらに熱いですね。で今発展しているのはトルコリーチです。すごい聞いたことある、はい、まずは楽曲に合わせてスモールのセグ、小さいセグの方が変動して、まあ、最初は当たるかどうかのなんですが、このトルコリーチは3段階ありまして、今2段階目の追っかけ入ってます。すごい、でも緑ですからね、あるかもしれないですよね。そうですね、こっからさらに張って割るんですが、まあ今回外れちゃいました、はい、すごい斬新あそこからさらにあのジャンボ巨大セグに発展することもあるんで、こっちがそこまでいったらおチャンスかなって感じですね。やっぱりあの、当たりに絡むのは大きいセグの方なんですね、ちっちゃい方よりは。そうですね、やっぱり特に今回サードになってそのセグがとにかくでかくなったんで、まあそこはやっぱり使ったからにはやっぱりチャンスが来ないことになってかも。スクエアフラッシュの緑来ましたね。スクエアフラッシュ緑で中津柄が8から分裂して4になろうとしてますね。すごい動いてる。今なんかちょっと下のところが見えたもんですね。あの下のやつが競り上がってファイヤーって文字が出るとファイヤーギミックで熱いで、順目になってスクエアフラッシュの赤まで行ったんで期待度が高くなってます。保留赤いですよ。チャンスですよ。チャンス。3大注目ポイントの一つになってます。あ、これは来ましたね。いやまだ分かんないですけどね。それスワリーチ、スワリーチ発展しました。初代からの伝統の技術ですね。白鳥のリズムに、はい、合わせて変動するパターンで、でこれ A メロと B メロの2パターンがありまして、はい、今流れてる B メロのパターンでちょっとチャンスアップですね。あ、B メロはチャンスなんだ。はい。すごい大きいセグとだって連動してるもん。そうですね。すごい当たっちゃうんじゃないですか？さあフェードアウトして、フェードアウトしてダメですね。あれー。やっちゃった。まあまあまあ、でもね、あのサードの、ね、スワイリーチは、ね、外れが分かりやすくなりましたから。あ、あの初代は1回揃ってから中井からがスッと動くが、はい、あのとんでもない外れ方しますんで来たと思いきやってことですか。あれ当時打ってた人間にとっては衝撃的でしたよ。おたおお、イントロ先輩エボですね。すごい、スモールセグからミドルセグへの、まあ、図柄の連動で躍動感がある。セグなのに躍動感があるふーってきてるもん。その変動でリーチをかけることができれば、はい、あのスーパーリーチの発展チャンスがあります。あ、ここリーチにならないかまだ分かんないと。そうです、大陸リーチに発展するチャンスはここから転廃すればなんですが、ダメです。あ、静かに行ってしまわれた。まあなんかちょっと情熱的な感じのっぽい曲ね。そうですね。まあ実際にまあリーチかかったら本当まあちょっと期待度が高いというか、ジャンボセグ連動の大陸リーチになるんで、まあそこそこチャンスかなって感じになりますね。お、当たっちゃった。スクエアフラッシュが発生してます、ね。お、なんか横切ったようなエース。先行が走るとその後に発展するさらにチャンスが余っていることもあります。ダメか。まあ1変動だけだったんだけど、スクエアフラッシュ基本的に保留先の的なノリで発生するんで、続かないと保留点滅とか、それですね、保留点滅なんか連動すると来てる。今覇王点滅の保留から今黄色になって、黄色のスクエアフラッシュですね。すごいすごいすごい。中出目の2が分裂して1のリーチかけようかなっていう予測が今出てます。でリーチになりましたね。黄色のままかな。いや違う、そこから全滑り変動に逆順目でさらに続きます。スクエアフラッシュ緑に発展です。順目が続けば続くほどスクエアフラッシュの色も昇格するチャンスがあるんで、赤まで行きたいが、とりあえずリーチですね。あ、リーチ消灯、この図柄が消灯していくのもすごい出てきた。ファイヤーギミックはリーチついてるチャンスアップ、強力なチャンスアップ、最大注目演出の一つです。で今図柄ショートから発展するこのリーチはセカンドから継承された雅リーチになってます。おお、まあ、この和風のサウンドがかっこいいですよね。かっこいい、はい、めちゃくちゃかっこいいですね、このリーチ、でここで1回また変動して最後の高速変動から当たるか、すごい当たるか、どうだ、どうですか。当たりました、大当たりでございます。すごいかっこいい今の、そうですね、ファイヤーからの、そうですね、セカンドですね、すごい、あのデラマイタセカンドであったら、本当かっこいいじゃないですか。かっこいい、はい、で L と H の大当たりは
L、ラウンド抽選で L なんで5ラウンドですね、はい、はい、ただレギュラーボーナスでもです、各編のチャンスはあるんで、あ、そうなんです、 25% なんです、レギュラー全体で考えればですけど、諦めちゃダメですね。 1QQR の場合はレギュラー当たっても、4分の1は各編に入ってる可能性があるんですよっていうことだってます。ただ見た目じゃ分かんないです。あ、見た目じゃ分かんないです、はい、あくまでもその電サポ厄回転、この後途中する電サポ厄回転は大予言タイムとデラックスタイムは見た目上で分からないので、もしかしたら大予言タイムが確変になっている可能性もあるかもしれないですね。でも分かんないのも面白いですね。そうなんですよ、初代とかデラマイタセカンドはそれ分からないタイプだったんで。あ、そうなんですね、はい、そこら辺もじゃあ一緒になってるわけですね。でこの後は大予言タイム、まず60回転からスタートします。この黄色い帯はそこが黄色いところがチャンスという、まあ、なんか何故か予言してるっていう、こうちょっと新しい心の演出があります。なるほど、新しい、あります、はい、予言、ただどちらかというとその黄色い帯から帯が伸びてきた時がチャンスだったりするんです。あー、これが伸びてくるんですね、はい、黄色い帯が突然伸びてきたりするんで、その時は色に注目してみてください。ほうほう、今黄色だけどっていう、はい、黄色のところでは必ずリージが発生するんですけど、まあ、大体外れ止まります。あ、なるほど、ええ、なのでそこに行く前でなんかその回っているときにセグの色が変化するっていうことが起きればチャンスかなみたいな感じですね。あーっと白く回ったんで、それは超熱々の演出パターンでございます。超熱々、はい、大当たり、おー、すごい当たった、ありがとうございます。やりました。今のじゃあ、はい、確変だったんですかね。かもしれないですよね。かもしれないですよね、まあ、早かったんで。まあどちらにしろ当たればいいってことで。そうです。当たれば問題なし。今度はラウンド抽選で、はい、H なんで、ビッグボーナス。大きい方いただきました、まあ。意外と気になりますよね、内部的に確変だったのかな、通常だったのかな。結構気になりますよね。ええ、ただまあ当たってくれればね。そう、でもなんか、もし通常だったらなんか、はい、よしみたいな。ああ、逆にやってやったぞみたいな。そう、引いてきたみたいな、はい、私。そうですね。逆に抜けた時気になりますけどね、俺今やっちゃったみたいな感じ。まあ、その時はほら、時短だったんじゃねえのっていう感じで、ポジティブに。そうそうそう、自分のいいように解釈するっていうね。はい、そうそうそう、電柱で大当たりしたんで、今は絶対確変なんで、電柱に、電柱に期待度は 62%、約 62% ありますので、はい、はい、そこは頑張りましょう。そうですね、この予言タイムは、高確率ってことになりますよね。そうですね、必ず高確率になるので、電柱からの渡りがあります。ここで当てないといっぱい、なんとかしてその1周すると30回転なんで、はい、2周する60回転の間に何としても引き戻したいところですね。 OK です。巷ではレンチャンのリナって呼ばれたこともあったんで。本当ですか。いや、嘘です。ちょ、どういうことですかね、これ今、レンチャンのリナって何の代理レンチャンみたいな感じで。そんなこと言ってた緑をね、見逃して、しかも外れたじゃないですか。しかもガセルって、あ、今当たり緑ですよ、また緑ですよ、また緑だ、緑のチャンスですからですよね。あ、赤だ、激アツ、激アツって言った、今激アツ言われましたね。あ、当たりました、ファイヤーギミック、おめでとうございます。ファイヤー、おー、ゼロで、レンチャンのリナって何でしたっけ。レンチャンのリナって呼ばれたこともね、巷ではあったんでね、うちの地元、はい、愛知ではちょっとありましたね、そんなことも。大予言タイム中の当たりパターンは、まあ、そのチャンスメーターの色が伸びてくるって期待度を示唆してくるパターンか、下からファイヤーギミックが上がってくる、突然当たりするパターンか、ね、最初に当たった時のようにジャンボセグの周りがいきなり色が変化してくるパターンとか、いろいろあります、ね、どれも気持ちいいですね、であれ白で当たったので、まあ、あれが普通のパターンなんですけど、はい、紅白に流れるっていうパターンが実はあるんです。白赤で回るってことで、はい、で同じどちらも超熱々の演出なんですけれども、はい、白赤の方がラウンド振り分けもいいことあるんじゃないかなみたいな、はい、それはもう紅白ならではのやつですね、まあ、おめでたいやつですね、まあ、H が赤なんでね、あとはお察しいただければ分かると思います。なるほど、分かりました。とりあえず大予言タイム1周はこれで1周いっちゃいましたね。30回転はこれ見て、黄色いところができれば逆に超熱々ですね。あ、そうなんですか。ない、あ、レインボー、それです、それです、それです、まさかの逆にレアなパターンきた。あー、出た、はい、下から隠れたパターンが出てくる、そういった演出もあります。すごい、
見せますね。見せますね。やったー。すっごい。いや今のレアっす。今のいいですね。30回に切り替えで、あと半分カードを待つところで、まあ、いきなり当たるっていう。H でしょこれは。おめでとうございます。いいエース。いやいいです ね、 そこでやってるとなかなかレアです、ね、レインボーからのパトランプってすごい贅沢です。豪華でした、はい。まあ、大予言タイム終わった後は時短40回のデラックスタイムもあるのでできればそこも見せておきたいですね。そうですね、はい、ちょっと連チャンして浮かれてる場合じゃないですよね。いや PR 動画ですからね今日は。ただホールで皆さんが打つときはね、こう何としても大限対打ちに必要なくて何とかして入れちゃってくださいっていうところなんですよね。ここをもう終わらせないことが大事ですからね、はいはい、ホールで打つタイムは。やっぱいろんなエースがあるんでやっぱね見せたいですよね全部。まあいろいろありますからね、セグでもこんだけできるんだよっていうところがありますから、ね、そう。さあ大予言タイムはいよいよ終了を迎えようとしております。はい、ここからはデラックスタイムの時短40回転です。はい、もう内部的に格言の可能性はないので、そこからは、お渡りが来るで 199.8 分の1の40回転です。はい、どうかな。まあ、デラックスタイム1は基本的に前左からポン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 停止して1変動ずつ進んでいくパンチなんですけど、連続転廃すればチャンスっていう性質があるんで、とにかくリーチを連続でかけていただいて、まあ、チャンスを使うみたいな感じですね。ちなみにそのデラックスタイム中に結構プレミア要素もいくつかありまして、なんか回り始めた瞬間になんかセグがいきなりビタッと停止して動かなくなって壊れたかと思うフリーズ予告とかもあったりしますし、あとわかりますか、スモールセグが6つあるじゃないですか、はい、ミドルセグもそれぞれ真ん中に1個ずつあって、それが6個あるんですけど、トヨマルさんの例で6個の図柄って言ったら何を思い出しますか。あ、ナナシー。そうそう、それそれそれ。ナナシー。そのリーチが出ることあります。あ、そうなんですか。セグでナナシーやるんです。すごい。そのセグでナナシーやるすっげえプレミアあるんです。すごいですね。それは見たらすごい面白いんで見ていただきたいです、ね。で、あと何回ですか。あと2回ぐらいです。もうラスト、ラスト、ラスト。ラスト。ラストって。青光ってます。あ、終わりました。あ、終わっちゃったー。それでデラックスタイムが終わってデラッシュの100回転終わっちゃったんですけれども、まだまだ通常時にミスタリー演出ありますので、引き続きリナさんに打ってもらいますけどよろしいですか。はい、大丈夫です。はい、それでは続けてください。はい、今ホリデュール青になりました。ある青ですね。リーチになるかもしれません。リーチになるかな。お、なった高速変動から順目停止で黄色ギリレンですね。黄色になったのでスクエアフラッシュも黄色です。どうかな。おー、リチまだ早い。高速回転のノーマルハゼルなんですけど、そこからカモンリーチにやってることがあります。このカモンリーチ基本的には信頼度がそこまで高くなかったりするんですわ。ただ覚えておいてほしいんですけど、はい、このカモンリーチの途中にファイヤーが出ると、ファイヤーギミック出ると、この台で最も信頼度が高いファイヤーリーチに発展することがありますので覚えておいてください。あのカモンから行くってことですか。カモンリーチ中にファイヤーで出るとそのリーチに発展します。だから結局ノーマルハゼルの延長戦じゃねえかよって思わせておいて、激アツリーチが待ってるっていうパターンがあります。急に来るわけですね。そうですね。あ、10名停止ですね。お、黄色。オリオの色が黄色になってプッシュボタンで下がって、はい、おっとイントロテンパイプですかね。来たー。がこの楽器がかっこいいですよね。かっこいい、はい、あとセグとの連動で。そうなんですよ。からビューンって来てますから。ここからリーチになれば大陸リーチ発展チャンス。これ見たいな、発展。どうかな、どうかな。飽きまへん。あー、飽きまへん。その後の曲気になりますよね。その後の大陸リーチかかったらどんな曲流れるのかな、ね、気になる。気になると思う。気になりますね、はい、おー、ファイヤーモード入りましたね。このジャンボセグがあの赤と黄色に包まれるとファイヤーモードって言ってどこかでファイヤーギミックが出ますよ、しかも赤点滅してますよね、ボリュームが。ファイヤーで、その回転開始とファイヤーで掛け声もかなり期待度が高いです。
どこかでファイヤーギミック発生するかも、今はファイヤーモードでいるんで、まあそれはそうなんですけど、まあファイヤーモードじゃない時になることもあるんで、もしかしたらってこなせば、あ、前座から滑りで逆準備停止、やばー、来てる、はい、さらに続いてます、続いてます、来てる来てる、まあファイヤーモードが一番強力な予告なんで、スクエアフラッシュはもう発生しないですけど、まあ期待度は今一番高いじゃないですかね。そうなんだ、んちょっと待ってください、カモリーチ発生しますよ、あ、来た、ファイヤーって言ってますよ、ファイヤーいってますね、ファイヤーいってて、ということはファイヤーいけましたね、すごい、燃え上がっております、まだ当たったわけじゃないですけど、これでファイヤーリーチ発展が確定です、あ、すごい、さあ巨大生命が燃え上がりながら発展するファイヤーリッチです、ファイヤー、これがあのビッグを超える信頼度になってますね、本気最強リッチ、本気最強リッチ、はい、すごい、かっこいいな、このリッチ、ファイヤー、あっさり、おめでとうございます、当たったあっさり、はい、あっさり当たりましたね、当たりましたね、ちなみに今本気最強って言いましたけど、それはあのハズレを含めたリーチでの最強です、確定パターンで言うと実はもう一つ隠れたリーチがあるんです、ね、そっかそっか、外れる場合もあるってことですね、すごーい、いいもの見た、ちなみに、はい、ダイオゲンタイム60回転が、はい、あのライブ通常の確率のバッパ場合の引き戻し期待度は約 26.0% です、はい、おー、4回に1回は引き戻せるチャンスがあると思います、チャンスは6箇所、右打ち、大予言っていうか、まあ、先読みしてるわけですけども、かなり先まで、はい、皆さんってそういう先読みっていうか占いとかそういうの信じたりします？私はあんまり信じない派ですね、ほほ信じないんかいっていう、え、先生はどうなんですか？あんまり僕もあんまり気にしないですね、正直、あんまりジンクス的なものは自分のやる分に関しては大事にしたりしますけど、あ、まあ、ちょっとオカルト的なことだったり、まあまあ、テレビのなんか占いでなんか、ね、朝それ見てね、なんか気分見えるのもね、そうですね、やっぱ本当なんか自分勝手ですけど、1位の時は1位だからみたいな変な余裕はありますよね、はい、あ、信じちゃう、1位の時はまあその大予言タイムの黄色の部分も当たるも発見、当たるのも発見みたいな感じで、そうですね、はい、まあまあまあ必ず当たるってわけじゃないですし、ね、そうです、まあそこから帯が伸びてチャンスが出るかなみたいな感じのところの演出なんで、ね、まあそういった気楽に見ていただければ、そう、ね、もしでも黄色にズバッと当たっちゃうこともありますけどね、こんな感じにね、本当だまさか本当に来ると思わなかったけどね、本当に来ると思わなかった、普通にリーチかかって当たるかと思ったらファイヤーギミックですもんね、黄色のとこですよね、思いっきり、あの突然あたりのパターンです、はい、おお4回転あたりか、早いな先生、私すごい優秀な生徒じゃないですか、はい、こんなにね、はい、レンチャーに関してはこんなにレンチャーに関してはさ、はい、レンチャーのリーダーって呼ばれてたんでしたっけ、なんかさっき聞いた話、そうここで出るかっていうねここで今日来るかっていう感じだったんですけど、ね、しかもエイジですね、そうエイジでしたね、ラウンド振り上げもかなり勝ってます、ね、そう、もうキュインキュイン言いまくってなんかおお、色が変わった変わった変わった、白いくなった、超熱々のパターンなんで、はい、当たりです、あ、早い、早かった、今回、今回も早かった、今回も早かった8回転、はい、しかもまたビッグボーナスですね、はい、まあそのボーナス中にね、 LR ボタンで選べるあの、あ、楽曲あるんですけど、おまあそれいくつかのリストを上げると、まあ、デラバイタサードっていう金曲もあれば、平家物語、パンプキング、竜王伝説、はい、デンデンデン、マリンロックがある、はい、演出も結構あっさりしてていいですね、そうなんですよ、セグのいいところはやっぱスピーディーな展開ができるところなんで、当たるの当たんないのって感じじゃなくて、リーチに関しても連続して決まってますけど、結構それで変動を進めたりするんで、ね、まあ短時間勝負にも最適なんじゃないかな、当たりも初当たりも軽いですし、あの煽りがそんなないですからね、無駄に、そうですね、いいですね、すごい、そこはやっぱセグならではの演出っていうか、昔からのパッチンカーみたいな感じです、ね、
まあ、そこをしていくともう少しでも一周しそうですけど、一周しそうですね、はい、はい、そこから2回転目です。2回転目、あ、2周目ですね、ごめんなさい、2周目では30回転目。あとはちなみになんですけど、ゴロ名国っていうのもありまして、はい、ゴロバセの、図柄が提出することがあったりします。ああ、315とかでしたっけ。最高ってですね、315で最高、873で花見だったり、753で、753で753ですね。結構見逃せないですね。あ、これあれじゃないみたいな。そうですね、まあ確かなんか教えてくれることもあったと思うんで、それは出ればすぐ分かると思います。あ、そうなん。ちなみに、104で止まると何だか分かります？104、はい、あ、豊、あ、よく分かりました、ね、そうです、豊丸というさすが、意外と分かりにくいですよ ね。1040なら分かるんですけどね、104だと豊なんだみたいないや今よく出てきました ね、豊丸さんですね、やっぱ、はい。でまあ、とりあえず第4限タイムは60回でこれで終了です。あ、終了しました、はい、ここからはデラックスタイムになりまして、ここの40回転は時短です。時短、はい、だいぶ通常の確率があるんで、199.8 分の1を40回転の間に引き戻せるかどうかの勝負です。なるほど。このデラックスタイムの連チャン期待度は、まあ、約 19.8% くらいですね。はい、おっと、ランダム停止号来ましたね。それ、まあ、ちょっとパチスロっぽい感じで、なんかダミーに合わせて停止していくんですけど、そうですね、そういう順目が停止すると色がどんどん上がっていきます。まあ、それはスクエアフラッシュと同じように色が、まあ、青、黄色、緑、赤って上がっていって、上がれば上がるほどチャンスです。で、最終的に位置かかった時にどうなるかっていうジャッジですね。ジャッジ、ジャッジ、どうなんだろう。当たった ー、おめでとうございます。簡単に表現しました ね、 ねえ、時短ですよね、これ今、はい、時短中なんですけど、まあそれで引き戻せるとでかいです。すごい、はい、L か H か、はい、ビッグボーナスです。おめでとうございます。やったー。やっぱ引けない確率じゃないんでね、19、約 20% ぐらいあるってことですね。そうですね、連チャン率はそれぐらいあるんで、まあ 20% ってちょっと厳しいかなっていうイメージもあるかもしれないですけど、まあ意外と引き戻すのが引き戻すんで、そうですね、5回に1回、はい、なので第4限タイムの 62% の連チャンの引き戻し期待度と、デラックスタイムの約 20% ぐらいある引き戻し期待度を合わせてどこまで伸ばせるかと、ね、でその伸ばす間にビッグボーナスを何回引けるかっていうところなんで。そうですね、はい、私3回も引いてる。3回、そうですね、初当たり含めたら4回ですけど。4回か。でもでかなりビッグの比率高いんで、結構出玉もうもらってると思います。ね、すごい出玉出てます。選手よー、よー、楽しかった。まあ、デラマイッタサード実戦終わりましたけれども、はい、リンダさんどうでしたか。もうね、液晶にはないセグの3つの迫力感や、はい、もう演出の多さもすごいびっくりしました、はい、もうめちゃくちゃ楽しかったです。特にどのリーチが一番印象深かったのがありますか。私はですね、ファイヤーがやっぱり、やっぱりなんかやっぱ煽られる感じがすごいです。やっぱりサードの新しいギミックとして発動して、まあ、一番信頼度が高い。グッとなんか信頼度が上がる感じがすごい。喋り方もファイヤーってこう、ね、横に投げますからね。ファイヤーそう、まあ、やっぱりそこが一番注目ポイント。拳上げたくなる感じの。はい、そうですね。はい、じゃあそれを踏まえた上で、はい、一応これ豊丸学園という番組なんで、そうでした。最後に実技試験は終わりましたのでここから、ね、質疑応答のテストをさせていただきますので。え、そうなんですか。そうなんですよ。今日先生と生徒って言ってじゃなかった、うん、だから先生が試験を出すのは当たり前のことになるんです。なるほど、ね、最後に試験があったんですね、はい、そうなんです。頑張ります、はい、じゃあそれでは皆さん、質疑応答の準備はいいですか。はい、はい、よろしいです。それでは一つ目、はい、デラマイッタサードの3大注目ポイントを全部お答えください。どうぞ。はい、もうまずは1個目、もう一番熱い、はい、おあれですか、ファイヤー！ファイヤーというファイヤーギミックですね。これでしょう、はい、もうまずちゃんとファイヤーギミックって言わないと。ファイヤーギミック。やっぱ下がせり上がるね、あれのいきなりのアクションがまさかね、セグがひっくり返るなんてね。そう、声がねまたいいですよね。そうそうそう。そうなんです。至る所にね、出現チャンスがありますからね。そう、まあ、あれがグッと期待度上げる、ね、演出ですよね。注目ポイントの一つです。はい。じゃあ二つ目どうぞ。それ二つ目は、赤保留ですね。はい。まあ、真ん中の保留がね、その10メートルから出てくるとまた喧嘩してたりして、そうですよ、ね、スクエアフラッシュの赤まで絡んでくるんで、ね、はい、それもじゃあ期待度のポイントの一つですので、はい、まあ、ぜひ注目ポイントの一つで覚えてください、はい、じゃあ最後の3つ目は何ですか。はい、最後はジャンボ7セグです。ジャンボ7セグ、はい、
これは具体的にはどんな感じですかね。正解ですよ、正解ですけれども、そのリーチが、はい、ジャンボナナセグの演出になると熱いっていう、そうです ね、チャン大当たりのチャンスがやってくるみたいな感じの、そうそう、最後までこういけばいいみたいな感じの、どのリーチでもね、あの例えばスワリーチでも B メロのジャンボセグが絡んだりパターンになるとちょっと大当たりのチャンスが持てるなっていうそのサインになるんで、とにかくジャンボナナセグが絡んだリーチになれば、まあ、チャンスよって覚えてくれれば、そうですね、はい、分かりやすいと思います。はい、はい、大丈夫ですか、私3問正解大丈夫です、イエーイ、とまあ3つ第1注目ポイントは終わりましたので、はい、あと2つ質問が残っておりますので、あと2つお願いします。じゃあ2つ目の質問、はい、今回打っていただいたのはデラマイタサードの 199R のスペックなんですけれども、はい、それの電柱に入賞した時のビッグとレグの振り分けは何パーセントずつですか。これはねすぐ分かります、はい、50% ずつです。正解、イエーイ、そう、まあ、私結構それ振り分け勝ったんで、勝ちましたね。出玉もすごい H ばっかりと思ってました、ね、もうはいはいはい、しかも1560個出ますんで、約1560個、 そうなんですよ。それでは最後3つ目の質問、はい、よろしいですか。お願いします。かなり難問になりますけど大丈夫ですか。大丈夫です、心してかかります、はい、この CR デラマってサードのホール導入された暁には、はい、今回は先生と生徒でしたけれども、はい、今度はプライベートで一緒に打ち行ってくれますか。というわけで今回の豊丸学園これで終了です。さようなら。やんわり断られたなこれ。